しずく結晶さん、ありがとう。ラミー生態さん、お疲れ様。カラフル中の背景の彼方は胸あったけど影武者。そうなんだよ、みんな気づいた。ラミーの生誕祭の後ろに、本当にね、ラミーがね、発注してね、書いていただきましたね。ラミーと僕の、イラストがね、後ろにあったんですけど、ちょっとね、制作者様にはね、バレちゃってたね。僕が、本当は、貧乳キャラじゃないこと。時空歪んでた。違う、時空じゃない。あれもね、バレてた。バレちゃってたよ、完全に。みんな驚いたでしょうね。不正持ったんじゃありません。詐欺じゃないです。持ってません。改めて皆さん見てみてください。あれは真の姿なんです。いつもね、閉じ込めてるの。バヨーンと解放したわけよ。それがあの姿なんで皆さん、ぜひまたね、ラミーの生誕祭ライブ見てください。あなたを詐欺罪で訴えます。ふざけんじゃねえよ。むしろ皆さんを詐欺罪で訴えたい。僕に対してね、ない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 。もうそれは詐欺ですよ。もうほとんど詐欺も同じですよ。もう訴えますよ。いや、詐欺ですよ、詐欺詐欺。大空警察案件。もうこっちのセリフだからね。みんな早く捕まってしまえ。みんなはもう、詐欺です。捕まります。大空警察に頼んでおきます。よろしくお願いします、皆さん。